ヨーダン・ラーションはスウェーデンのサッカー選手。ポジションはフォワード。FC スパルタク・モスクワ所属。父親は元スウェーデン代表サッカー選手のヘンリク・ラーションである。父ヘンリクがフェーノールトに在籍していた1997年にオランダ・ロッテルダムで生まれた。名前はマイケル・ジョーダンにちなんで付けられた。父親が FC バルセロナに在籍していた2004年から2006年は、ヨーダン・モラ・マシアでプレーしていた。2012年に、スウェーデン4部のヘイガボリ BK でキャリアをスタートさせる。2013年6月13日に、父ヘンリックがヘイガボリに加入して、現役復帰し、ピッチ上で、親子共演が実現した試合でヨーダンはゴールを決めている。 2014年にアルスベンス艦のヘルシンボリーフに移籍すると後から監督として加入した父親の下でレギュラーポジションをつかむが2016年にクラブがスーペルエッタンへの降格が決まってしまい親子ともどもファンの攻撃対象になってしまったラーションは2017年1月にエールディビジの NEC に移籍するがクラブがエールステディビジに降格すると 母国のイフックノルシェーピンに移籍した。2019年8月、ロシアプレミアリーグの FC スパルタクモスクワに移籍。移籍金は400万ユーロとされている。各年代別代表に選出されている。ヘルシンボリでプレーしていた2016年に、ブラジル五輪代表メンバーに選ばれていた。しかし、ヘルシンボリ監督である父、ヘンリクの要望でメンバーから外された。 2018年1月7日のエストニア代表との親善試合で A 代表デビュー。ありがとうございます。